はい、皆さんこんにちは、アミと申します。さて、現代は科学技術が発達してとても便利になっていますが、実は私たちが普段使用しているテクノロジーは地球外文明からもたらされたものだという説があり、実際にその証拠も発見されているのだといいます。一体どういうことなのでしょうか。今回は実際に行われていた UFO や地球外文明の調査についてや、地球外技術が存在する証拠などについて触れていきたいと思います。これまでの歴史上、世界各国で UFO が目撃される一方で、証拠が欠けているものも多くあります。そのため、UFO の話は絵空事だと考える人も多くいました。そんな UFO ですが、2017年、アメリカの機密情報が世間に知られたことで、一気にその存在が現実味を帯びることになります。機密情報によると、なんと UFO についての調査をアメリカ政府の中枢である国防総省が行っていたというのです。アメリカの国防総省は2007年に先端航空宇宙脅威特定計画を立ち上げました。計画の主な内容は、これまで目撃されている UFO のような奇妙な飛行物体の調査や分析などです。政府の機関である国防総省がプロジェクトを立ち上げた事実を、アメリカ政府が宇宙人の存在を認めたと考える人もいますが、そのような判断をするのは早計かもしれません。おそらくアメリカ政府も謎の飛行物体の存在を感知してはいたのでしょう。認めたというよりは、その実態をより探るべく現在調査を行っている最中といった方が正しいかもしれません。これまでの調査で、知的生命体が行っているとみられる信号をキャッチするためのスキャンや、今までの目撃情報を精査しているとみられます。また、遠方の天体に生命が存在しているかどうかを探知する機械の開発にも力を入れているようです。地球外生命体の調査に関わっている天文学者のセス・ショスタック氏は、調査について次のように語っています。UFO の調査に政府が予算をかけることはごく自然なことです。なぜなら UFO が実在していた場合、アメリカの国防にも当然影響を与えるからです。調査はアメリカを守るために必要な過程です。アメリカはニューメキシコ州で起きたロズウェル事件から UFO に関心を持っていたと思われます。アメリカではかねてから UFO に関する事件が多く発生しています。ここからは、そんな数ある UFO の事件の中でも特に奇妙なものをご紹介していきます。一つ目の事件はマンテル退位事件です。事件が発生したのは1948年1月7日の早朝のこと。この日、ケンタッキー州のゴドアンでは上空に奇妙な飛行物体がいると住民から多くの通報が寄せられていました。警察からの要請を受けたゴドアンの空軍は、ちょうど目撃地点周辺を飛行していたトーマス F マンテル大尉を筆頭とした4機の飛行部隊が追跡をスタートしました。この謎の飛行物体ですが、空軍基地の上空でも当時確認されていたといいます。大きさは直径約100メートルにもなる巨大なもので、色は銀色、機体は上の部分がチカチカと点滅していたそうです。この奇妙な飛行物体を追跡していた4機のうち3機は、途中で燃料が不足したため追跡を続行できませんでした。残ったのはマンテル隊員の航空機のみ。彼は1機のみで得体の知れない飛行物体の追跡を続けました。追跡中、マンテル隊員は基地に何度か状況を報告していました。謎の飛行物体は上昇しながら飛行中。どうやら内部に複数人の乗組員がいるようだ。飛行物体が高度7000メートルに達した場合は追跡をやめる。途中まで順調に連絡を取り合っていたマンテル隊員と基地でしたが、これらの連絡を行った後、突如連絡が取れなくなったといいます。そしてそれから数時間後、マンテル隊員の遺体と墜落した機体が発見されました。この事件は、マンテル隊員が UFO から追撃を受けたものと、アメリカ中のメディアが大きく取り上げたことで話題となりました。この事件について、空軍は当時の状況を世間に公表しています。それによると、マンテル隊員が未確認の飛行物体だと思っていたのは金星で、
それを追いかけた結果、彼は酸欠状態となって墜落してしまったというのです。これらの説明、あなたはどう思いますか？二つ目の事件は、日航ジャンボ機 UFO 遭遇事件です。この事件が起きたのは、1986年11月17日。日本航空の JAL1628 便がアラスカ上空を飛行中に奇妙な飛行物体の姿を確認しました。1628便はパリからアンカレッジを経由して成田空港へ向かう航路でした。目撃した時、航空機は高度約1万メートルを飛行中だったそうです。UFO のような奇妙な飛行物体を目撃したのは、当時航空機を操縦していた機長です。機長によると、UFO は航空機の3、4倍にもなる大きな球体だったそうです。この UFO らしきものは1時間もの間航空機に伴走しながら飛行を続けていたようです。その理由はわかりませんが、もしかしたら UFO は航空機の実態を確かめようとしていたのかもしれません。ですが、奇妙なことに1628便の航空機のレーダーにはその姿は映っていませんでした。謎の飛行物体はその後、ユナイテッド航空機とすれ違ったタイミングで、今度はユナイテッド航空機の方を追いかけ始めたようです。この事件の奇妙な点は、レーダーに UFO が映し出されなかったこと。そしてその飛行物体の姿形を見たのは、1628便の航空機とユナイテッド航空機の機長だけだったという点です。機長の横にいた副操縦士は、光のようなものは見えたが、機体は見えなかったと証言しています。この事件に関しては、アメリカ連邦航空局のアンカレッジ空港やアメリカ軍の空軍基地も当時の状況を調査しましたが、UFO のような飛行物体は確認できませんでした。最終的に機長が目撃したのは、ただの雲だと言われるようになり、彼はその後、機長から地上勤務への移動を命じられてしまいます。この事件は機長の単なる見間違いと思われていましたが、2001年に状況が一変しました。NASA や政府の関係者によると、当時の FAA のレーダーに UFO のようなものが確かに映り込んでいたというのです。この事件は当時のレーガン大統領が世間に情報を広めないようにメディアに圧力をかけたハープの秘密実験とつながっているといった憶測も飛び交っています。三つ目はアメリカ各地で目撃された飛行船の情報です。まだ UFO という言葉が広く浸透していなかった1896年から1年ほどの間にアメリカ各地で奇妙な飛行船がたびたび目撃されていました。奇妙な飛行船の目撃例はアメリカ全体にわたり、1896年の11月から7ヶ月間集中的に目撃されていたようです。ちなみに当時の日本は明治時代。このような時代に多くの飛行船が目撃されていたなんて驚きですよね。飛行船はテキサス州や中西部内で特に目撃されていました。飛行船の目撃証言は様々で、ある場所で目撃された飛行船は細長い葉巻のような形状と太い翼。赤や緑、白などの鮮やかな光を放っていて、夜はもちろん、昼間も目撃情報が寄せられていました。1897年4月19日、ウエストバージニア州の小さな村で発見された時は、夜にもかかわらず、強い光を放った飛行物体が突如現れ、村全体が一気に昼のように明るくなったようです。この飛行物体の特徴は、形状が円盤状で、体長は約60センチ。音を発する翼のようなものもついていたそうです。このように飛行物体の形状は目撃地点によって特徴が異なります。ご紹介したように葉巻のような形状もあれば円盤状、円柱状のものもあったといいます。また中には飛行物体の中から人が現れて会話をしたという情報もありました。飛行物体から現れた人物の特徴もひげを生やした白人のようだった。東洋人と似ていたなどバラバラで、どれが本当でどれがフェイクかもわからない状況ですが、実際にこの時期にアメリカ全体で謎の飛行物体が目撃されていたことは間違いありません。果たして彼らが目撃したこの飛行船の正体は一体何だったのでしょうか？飛行船の正体をめぐっては、
光をただ見間違えただけだ。メディアが見間違いを過剰に報道した。どこかの発明家が極秘で開発と実験を行っていた、などの説がありますが、真実は今も解明されていません。また、アメリカが UFO を通じて地球外生命体とコンタクトを取り、その文明技術を得ていたという説もあります。さらに驚くべきことに、地球外生命体から受け継いだ技術を私たちは気づかずに使っているのだと言います。一体どういうことなのか、詳しく見ていきましょう。実在した地球外テクノロジー。21世紀になってからネット環境や IT 分野の開発がより凄まじいスピードで行われています。人類が関わる情報や技術はここ最近目覚ましい進歩を遂げていますが、実はこの現状は人類以外の地球外生命体からもたらされた技術である可能性があるといいます。さらに古代文明も地球外生命体がもたらした知識によって繁栄を遂げたと言われています。代表的なものは高度な建築技術で建造されたあのピラミッドです。あの精巧な作りを当時どのように実現できたのかは今も謎に包まれています。このように地球外生命体は古代から私たち地球人にコンタクトを取り、高度な技術を伝えていた可能性があるのです。この点について触れた文書がここ最近公になり注目を集めています。文書はなんとあの CIA のもの。地球外の技術に関する記述が機密文書の一部に記載されていたのです。文書内には地球外の文明とみられる文字などの写真も載っていて、中は黒塗りになっている部分もありますが、表紙には地球外技術の商業利用とはっきり記載されています。さらに文書内には個人が使用するための反重力発生装置や三次元イメージ投影機などの詳細が記されていることが判明しています。重要な情報は明らかになっていないままですが、あらゆる技術を地球外から人類が得ていたということはこの文書で十分確認できる事実。さらに文書の概要には、この研究は商業利用や民間利用するためには地球外生命体の技術についての理解が不可欠だと記されています。文書内の情報が本当なら、現代のテクノロジーの中にも地球外のものが多く含まれていることになるでしょう。専門家によると、地球外生命体の人類への干渉は大昔から行われていたそうです。それがまた比較的最近になって干渉されるようになったそうで、年代で言うとロズウェル事件などの UFO 目撃証言が多く発生した1940年代だといいます。一説によると、ロズウェル事件のような UFO 墜落事故は他にも発生していて、政府や軍はその多くを隠蔽してきたようです。その中で隠しきれなかったものが、あのロズウェル事件だったと言われています。UFO に関する事件は、当時のアメリカ軍将校の強い意志で世間から隠されることになりました。その後、地球外生命体が多く地上でも目撃されるようになり、次第に彼らの先進技術を私たちは得るようになったと言います。軍もこのような流れを頻繁に見ているので、暗黙の了解のような形で今まで続けられていた可能性が高いようです。まとめると、地球外生命体は大昔に地上に降り立ち、地球人とコンタクトを取って文明を与えた。その後、1940年代にも頻繁に地上に現れるようになり、再びコンタクトを取るようになった。地球外のテクノロジーを現代人たちは自分たちのテクノロジーに生かしている、このようになります。ちなみに地球外生命体たちは自分たちの文明の技術を私たちに伝える代わりに必要な物資を求めていたと言われています。インターネットなどは地球外生命体がもたらした技術だと言われていますが、彼らの文明の中ではインターネットはそれほど高度なレベルの文明ではないとも言われています。今後、より高度な彼らの技術を私たち地球人が得ることはあるのでしょうか。ここ20年、世界中でネットが普及し、人類の生活は大きく変わりました。ここから先の20年、さらに大きな変化が訪れる可能性もあります。もしかすると、その変化をもたらすのは
地球外生命体の高度なテクノロジーかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。